相手の機嫌ばっかり取ってるとこっちのね気がね、それはね詰まりますよあなた。だけどね、相手がご機嫌になってくるとね、不機嫌でいるよりね気が休まるんですよだからね、なんなら鼻歌交じりに生きていてほしいわけですよ、パートナーには。そうなんですよ。だけどおめえの機嫌ばっかり取るために俺は生きてるわけじゃねえんだよっていう態度は、これはねダメなサーブなんですよ。そしたらあんたいつもそう言うけどさみたいなのが返ってきて、これはもう悪循環ラリー止まんないんですよ。そうなんですよ。そうだからね、それ分かるの、気持ちはよく分かります。女はうんざりだという気持ちは分かりますけども、あなたは女のいない惑星に暮らしたいんですかそれは無理ですよね。無理だったら諦めて、あの体力の、心の体力の許す程度は寛容に、で限界が来たらもう個室ビデオ行ってくださいもしくはね、あの男友達の、なんだろうな、一人暮らしの男友達がさ、家で毎日ゲームやってるみたいな友達いるじゃない。そいつのとこ行って、そいつはゲームやってる裏で、女って最悪だよなっていう話とかをして、聞いてもらって気持ちが一旦楽になってから、もう一回彼女のとこに戻るっていう、そういうのいいと思いますよ。はい、はい、そうです、そうです、そうですよ。そう、あ、異性の機嫌に執着しないのが一番だっていうのはまあありますね。まあでもこれねそうですね、ただあんまりね、お前が怒ってようが笑ってようが俺には関係ねえよって言うと、ある日いなくなりますからね女の人はね私なんか言ってもいなくてもいいと思ってるでしょうなんつってねなんつってね、そう、あ、男性の方が折れるべきなんですかね。いや、これはそんなことないですよ。折れる女性は、モテますそして彼氏がいつもいます折れる余裕のある女っつうの、これね、折れるふりしてるんですよ。で、これを昔の人は手のひらの上で実は転がしてたんですよなんつって、これはもう武家社会の時からもうずっと続いてる伝統芸ですね、日本のね。だから、あの鈴さんみたいになれる人はいいっすよ、あのこの世界の片隅にのね。ああいう人はやっぱり強いっすよね、本当に。誕生日に振られたことが人生に2度あります。あ、これは結構きついっすね。誕生日に会わないようにしましょうか、じゃあね、そう、忘れられなくなっちゃうもんね、本当に。あ、でもそっか、誕生日に振られたらその翌日から新しい年齢になってるから、そこで切り替えるのにはできるかもしれないよね。うん、で、これいいタイミングかもしれないですね。そうですね、そうです。あの折れるフリーも大事です。あ、これバレたら謝りましょうね、すいませんっつってそう。あとね、なんだろうな、俺は簡単には謝るような人間じゃねえぞって言ってる人は疲れますからねやめた方がいいですよね。折れたところでどうってことないですよ。だから平気で折れるくらいになると、そうですね、選択肢が広がって人生は楽しくなっていくものですよ、本当に。うん、偉そうに見える私とか、プライドを保ってる私みたいに生きてる人っていうのは、まあ大体つまんない人生になりますねそうですよ、そうなんですよ、はいはい。俺と誕生日一緒なんだってことは、デビッド・ボーイとも一緒ですね。1月8日ですね。そうなんですか、大変ですね。一か八かっていうね、1月8日ってね。そうです、はい。悪くないですよ、なかなかこの誕生日はね、はい、うん、折れるフリ、そうです。そう、手のひらの上で転がさせるかどうかとはいえ、ムカつくんですみたいな時あるじゃないですか。そのムカつきはやっぱ相手にぶつけないで、女子会でその解決するとか、いろいろそういう作戦はありますね。はい、そうですよ。他に何かありますかね。遡れっかな、これ質問。はいはい、あ、結婚にメリットを感じられません、名字を変えるとかめんどくさそうだし、結婚のいいところって何でしょう。あの結婚のいいところはもう結婚をしなくてよくなるっていうことですかなあとはあの結婚教っていう宗教が日本ではずっと続いてるので、結婚しない人はダメな人間だっていう風に、まあそういう宗教だったんですよね。だから その宗教の人たちを納得させるのには結婚っていうのは便利ですよだけど今はもう本当大きく時代が変わっちゃったので、
結婚しなくて全然いい時代になっちゃいましたね。デメリットの方が目立つようになっちゃったんで、そこはやっぱりそのどれくらいその宗教に属してるかで決めた方がいいかなという気はしますね。もしかしたら一度すると、あ、こんなもんだなんて思って楽になることはありますね。はいはい、そうですね。あ、2人の人は聞きたいと言ってる、運命の人っていますか。はあ、なるほどな。運命の人、あのね、確かにね、この人ともっと早く出会ってたらもうちょっと幸せだったなみたいなことは人生の中で多々あるんじゃないですかね。だからその人とそのもうちょっと前に、でもね、このね、運命ってなかなか面白くて、同じ相手でも中学の時に出会ってるか社会人になってから出会ってるのか全然変わってしまうのが運命の一つでもあったりなんかして、同じ人間でもタイミングでも違うし、ただね、この運命の人が待っている赤い糸宗教ってのあるじゃないですか。それはもう去年の夏流行りましたけどね、全然前世から繋がってるってやつか。これは信じない方がいいっすよ。いつか待っててくれるんだとか、それからなんかよくさ、30歳ぐらいになるときに、私はこのまま一人で死ぬんだみたいな祭りが女の人よく起こるんですが、そんなことないです。で、その、時にね、こんだけ待ったんだから、絶対いい人が現れるのとか言って、食いしばる人がね、いてね、それがなんか、たられば娘みたいなドラマになったりしますけども、結構、頑張って待ってたから運命の人が来ますっていうのを待ち続けるよりは、もっと簡単にできる方法として、いい人と出会う方法としては、いい人になるっていう、ものすごい簡単。で、まずは、身近な同性に優しくすると。同性に敵を作ってるようではなかなか難しいです。そして、不細工な男に優しくできると、もうここでもう何ポイントも上がってきます。そう。女の子と今年喋ってねえなみたいな男いっぱいいますからね。その男に声をかけるっていうことが、どんだけ出会いの可能性を上げることになるか、そして本当は隠れている素敵な人と出会う可能性が、増えるかどうかっていう話がありますね。はいはいはい。え、なんすか？え、自分の したいことをことごとく制限されるとき、あ、これ相手にか。ああ、なるほど。あ、海外行きたいとか言ったら行くなとかみたいなことかな。あれかな、ちょっと露出の多い服着たら怒られるとか、そういうことかな。そんな、そういうことかな。制限されることは、ことごとく制限されることは、ね。一個はね、なんでもかんでもダメって言うのみたいな、バーンって切れるよりは、悲しい顔をする。ああ、はあ、うん、わかった。って言って、30分くらいテンション下げる。そうすると、ああ、だからさ、俺が言ってんのは、そういう風なエロい服着てると、エロい感じで見られるわけじゃん。俺はお前をそういう風に安い風に女として見られたくないからさ、みたいなことを延々言ってきますが、効果はありますね。大抵ね、自分の思い通りにならないことを、叶えるためにどうしたらいいかっていう時に、ついつい議論をしてしまったり、露骨な攻撃をしてしまったりしがちですけども、本当に効くのは悲しい顔をして遠くを見るっていうのが一番効きますね。はい。他にちょっとじゃあ見ますかね。はいはいはい。そうですね。質問あったら受けますね。夫は奥様にどうされると嬉しいですか？基本的に、まあ、相手に、その奥さんの性質にもよると思いますが、ずっとダメ出ししてるよりは、褒め出しをする奥様は、旦那を出世させるでしょうね。だから、それはまあ、結婚してる、してないに関わらず、パートナーのことを日常的に、あなたは素晴らしいっていうふうに言っている人だと、長続きするし、仲いいし、仲良くなるし、そして男はそれをエネルギーにして、
出世しますよ本当に。そうです、どうされると嬉しいかって言ったら一言言って褒める。何でもいいんです。あのこんなところに靴下を脱ぎっぱなしにしたあなたって素敵ねみたいな。そういうことですよ要するに。そう、それくらい夢中になって何かしてたのねみたいな。どうしてこんなとまたこんな脱ぎ散らかしてるのかんのとか、これ責めてしまうよりは褒めてしまった方が扱いやすくなりますよ男は。そしてたくさん稼いできます。なので、いい気にさせてあげましょうね。そんな、はいはい、そうです、はい、あ、なんですか、年齢がネックです、アラサー女子が年下を落とす方法はありますか。簡単ですよ、アラサー女子が年下を落とす方法。アラサー女子にとっての年下男ってのは20代男性ですからね。20代男性っていうのは基本的に恋愛飢餓の真っ只中で、誰か俺を助けてくれ、救ってくれ、そして抱きしめてくれ。だけど俺はなんて言ったらいいかわからない。そういえば高校の時にキモいって言われたし、で俺がいかにすごいかってことを一生懸命熱弁したのに理屈っぽいとか言われたし、もう知らねえみたいになってるのが20代男性ですから、そんなもん簡単に優しくメーテルみたいに扱えば簡単ですよ。あの年下の男は簡単に落ちますね、はい、そのだからなんだろうな、落とす方法はね、あのどうしたのっていう風に聞いてあげる。今日はどうしたいの、なんだろうな、優しいインタビュアーになったら男女問わず両方とモテますからね。あとね、よく言うね、もう30だから終わりだって言ってるのはね、あれ全く勘違いもいいとこですよ。30からいけますよ。30から実はモテるのを、30からモテてる女たちは内緒にしてますよ。本当は嘘ですよあれは。20代の女をね焦らせてるだけです。そしてそういうことによって消費が拡大するという日本経済ね、そういうのもありますからね。本当はそんなことないんですよ。あの30代でも40代でもね、モテる人はモテるんですよ、うん、でそのコツは何かって言ったら褒められる人ですね。一言で言ったらね、男は簡単、あの恋愛の本でも書きましたけど、落とす方法一番簡単なのはすごいねって言ってあげれば落ちます。であと、教えてくださいっていうのと、こんなの初めてっていうこの3つを連発してください。そうすると簡単に落ちますよ男は、はい、そういう本も書きましたけどね、はい、すごいねって言われるために生きてるんですよ男は、岡村さん。そうなんですよ、そうなんですよ、はい、あ、別れたがってる人は引き止めない方が良いですか。あ、これは引き止めない方がいいですね。あのね、一回別れてもいいと思いますよ。で一回別れて、あなたのことが本当は良かったんだなって、気がついて戻ってくることはあるでしょう。だからあなたが今好きならば、その可能性だけを信じて一旦引き下がった方がいいかなとは思います。はい、そうです、別れたがってる人、別れたがってる相手にね、なんだかんだ難癖つけてね、ずるずるとね付き合うとね、心の底から嫌われますからね。でそうなっちゃうとね、まあ戻ることがなくなっちゃうんですよね。だから一旦距離を置いた方がいいと思うんだけどっていうセリフが男女問わず来た場合は、これはかなりの確率でダメになるんですが、そこで潔く君がそう思うならちょっと時間を空けようか、僕たち近くに居すぎたみたいだねなんてことを言ってね、それで一旦距離を置くと後々あの復活する可能性は出ますよ。で出ます、出るんですよ本当に。それであの一旦別れて結婚した後輩なんかいますね。大丈夫ですよそれは、はいはい、そうです、はいですよ、はい、ここにあるかな、そうですね、いびつな私をいいなと彼氏に思ってもらえるコツ、あ、なるほど、いびつな私もいいなと彼氏に思ってもらえるコツとは何でしょうか。これ面白いな、うん、親友からは私の寝坊癖や片付けられない症候群を治せという男はパワハラだと言われます、うん、あ、なるほど、うん、
まあ大体日常生活で男女が一緒にいるときにパワハラとかセクハラっていう言葉が出てるともうダメですね。これはね。だから、いびつな私もいい。あのね、弱点をね、可愛く見せるって方法はあるかなと思うね。だから、おめえまたこんなに散らかしてって言ったときに、あんただってって言ったらもうこれは地獄の底に行きますけど、地獄にまっしぐらですが、ねえっていうね。簡単じゃねえって言うだけ。お前ほんと片付けられねえねえっつって。ねえ、みたいな。ふざけんなよとか言いながら片付けてくれたりしますよ、男は。だけど、その彼、その分彼のダメなところを許してあげるというね。それはね、気づいちゃいます、男も。あ、そうは言っても俺のこういうところを認めてくれてるし、許してくれてもいるよな、みたいなことは、すぐには分からなくても、いつか気づく時が来るので、まずは寛容作戦。寛容に寛容に行くと、まあ、いずれ、ダメなところも寛容に見てもらえるようになりますね。そうなんですよ。本当に。本当でも、そうなんですよ。本当に。うん、そうですね。はい。他になんかあるかな。あ、俺が思う魅力的な女性、女と男と何か、ジェンダーの話で特別なんだろうな、なんだろうな、力が入ってない方がいいかなとまあ思うけど、それぞれ生まれとか環境とかにもあるから、なんか、そうだな、魅力的な女、魅力的な男。まずね、女の人でね、素敵だなと思うのはね、女に生まれたことを喜んでるっていうか、楽しんでる人っていうか、あと誇りに思ってる人とか、そしてそれを、なんとかな、あからさまに前に出しもせず、後ろにもせずっていうか、うん、女という概念みたいなものに縛られていなくて、自然体で女を楽しめている人、そして男の、面白い性質を面白がっている女の人ってのはやっぱ魅力的かなと思います。男のあれがダメなのこれがダメなのというよりは、男のあれが面白いよね、あれが可愛いよねって言ってる人は魅力があるよね、本当にね。で、同様に男もそうで、女のあそこダメだよねというよりも、女ってああだから面白いよねっていうぐらいの男の方が魅力は感じるよなとは思うね。男はね、35歳からいい感じ。あ、もうそろそろですか。はい、わかりました。はいはい。もう実はね、今日ね、あれなんですよ、皆さん。僕はヤングサンデーという番組で、マドカマギカっていうアニメを初めて見まして、それの分析をずっとやってるんですけど、いよいよそれがまあラストなんですが、同じ脚本家のウロブチさんって人が、ゴジラっていう映画を撮ったっていうんで、さっき見てきたんですよ。で、そのせいで今、くったくたに疲れて。疲れる映画あったな。いろいろ勉強したな。今週の水曜日にヤングサンデーという番組をニコニコでありますんで、あ、もしくはあと YouTube の方でもあるので、よかったらそちらの方も見てください。よろしくお願いします。今日はこんなところでいいですか？はいはい。いいですか？あと1問。あ、OK です。あ、じゃあ、あと1問やります。はい、はいはいはい。何すか？はいはい。好みの人には声をかけられず、興味のない人ばかりにデート。あー、なるほど。はい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 。なるほどなるほど。なるほどなるほど。なるほどなるほど。モテるんだけど、声をかけてくる人は、興味のない人ばっかりだと。うん。デートに誘ってくれるのはいいけど、自分は好きになりそうもないタイプばかりがデートに誘ってくるってことありますね。はいはい。よくわかります。これね、基本的な概念としてね、この人はね、結構クラシックです。だから、言ってみれば、声かけ待ちの壁の花みたいな。女は綺麗、可愛くして綺麗な格好していい匂いさせて、でそれで男たちの いるような場所に行くと、自然といい男たちがたくさん集まってきて、その中からいいのを選ぶ。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。